I cannot even begin to tell you how much fun we had finding all these bands and how hard it was for our judging team to decide who will advance as finalists to our actual competition. But here we are with a selected few. Our next artist competes in the soloist category. He prefers to travel to places off the beaten path. His music includes sounds from indigenous villages found around Lake Lugu in China and the mountains of Taiwan. Let's take a look.全名叫拉卡乌玛，然后朋友都叫我拉卡。那我身在台湾的东部，就是在太平洋东边，所以那一直以来大家认为在台湾是一个比较繁荣的地区，但是其实实际上，如果说有机会到台湾来，真的不妨去看看我们少数民族的一些生活。 然后最原始的生活方式，然后去了解他们怎么样去，过现在我们台湾的生活。在音乐里面，他们一直还保有最原始的唱法，包括传统歌谣，包括现代流行音乐，来去做结合的时候，我觉得那个是。 因为时代的改变而去做转换，但是我不会忘记，在我们就是少数民族里面还有更多不一样的声音在里面发展生根。那我还是希望能够保有它最原始的一个，包括乐器的弹奏，包括唱歌的表现方法。那当然我会用我的母语来去诠释这个不一样的流行音乐，但是。 会到中国是因为我觉得他们给我的感觉，就是有那种原住民的生活方式，包含我们自己的生活方式有雷同一样的冲击，都很好听，但音乐都很好听，我就转朋友就跟我说去泸沽湖看看，在云南有一个叫泸沽湖的还不错，结果我本来是要待个三四天，后来就。 待在那里，结果没想到一待就是待两个多月。罗巴拉雷这首歌是因为他们的传统歌曲叫做，就是罗巴拉雷这首歌，啊哈巴拉，哦玛达米亚巴拉，那其实他们一直在传唱这些歌。 那我觉得那个感受是，我在流浪的那个当时我。 去到那个地方，我感受到他们对我的那种保护，那种爱护，我才会写这首歌。因为我那阵子我离开那边了，我哭了，然后我会觉得他们很善良。我觉得要把他们的歌留下来，我不能把他们的歌改，我要唱他们的歌。 那只是我觉得是我的经历，我觉得说我一路这样走来，我走到哪边的时候，感动。其实我不是要表达什么，而是我表达我的感动，我旅游的那个经过。当我看到那个人，比如说我看到一个小孩在我前面这样玩，然后我看到他在唱歌很。 很自然的，他表现他的唱歌方法，我没有逼他唱，但是他很自然的在唱歌的时候，我会融入他的生活。那其实我不会因为说他很会唱，然后我们会唱，并不是说可以做结合，而是我觉得那个经历、那个感受，我去感受他的感受的时候，我会觉得他不用语言。 不要用讲的，就很好听，就像他们唱阿哈巴拉阿玛达米，我觉得他那个是没有意思，他一直跟我讲说这是没有意思，就跟我们台湾那个唱歌是一样的道理，说哦那鲁安，哎呦阿呀是一样的道理，是没有意思的。我觉得当我去看到他的时候，我会觉得哎，为什么我会到这边？然后我的感受是我看到他们。 我去描写，去写我的感受在里面。我觉得这个是，这是我觉得为什么我会把它融合在一起，是因为我觉得那个感受是。
我自己心里面 所要表达的东西，并不是说硬要把它凑在一起。Just to clarify, this hour of Sutasi is introducing all 8 finals in band and solo category. A team of Sutasi judges has determined one artist in the band and one artist in the solos category who will get to represent Northeast Asia in the grand final. This is where the winner will meet the winners of the other regions, Southeast and South Asia. Yes, believe it or not, we are broadcasting in 3 different regions within the same week. Each region has put forward their most talented performers, and a team of judges and you, the audience, get to determine who will get to represent them in the grand final. We want you to vote for the wild card. In addition to the choices the judges are putting forward, each and every one of you watching at this very moment can text, call, or jump on your computers and vote on Sutasi.com. Wait, don't jump just yet, though. We have more artists to come. Up next, Nenem from Tokyo, Japan.バンド名はネネムです。出身は東京で日本です。名前は山本はじめです。ギタリストです。まあ、曲を形にするというかこう、まあ、セッションしたり、まあ、アイデアも持ってくるみんなが持ってきたりするんですけど、まあ、それをまとめて、作品にすることとドラムプレイドラミングです、殿下と言います。そのメンバーの持ってくるアイデアとか音にですね、僕が情熱とか躍動感とか生命力を吹き込んでると考えていつも、誠海ギター、楽器はベース、そうですね、まあ、ベースってことであって冷静さとキーボードの龍一です。少し違った彩りを与えたりとか、違うアプローチができるようなサウンドカラーを生み出していけたらいいなと思ってやってます。亀村義弘です。僕楽器はやってないんですけど映像を出してます。そんなに綺麗な映像だけじゃなくてなんか個性的な映像とかちょっと印象的なものを考えて作ってます。東京は結構人もたくさんいて、いろんなシーンがあります。レゲエ、ヒップホップ、ロック、ハードロック、メタル、こうみんなはいろんな音楽が好きで、まあ、じゃあそれこそジャンルとか、まあ、こうまあアジアにありがちなこうジャンク具合っていうんですか、そのこれも好きあれも好きでこうミックスするっていう、まあ、ミクスチャーミックスするっていうことで、それを曲としていろいろな形を、いろんなジャンルで作り上げてきて、ですごいもう、まあ、統一感的なものはないですけど、まあ、そのネネムっていうロックな部分をベースに対決これはまあ、インストゥルメンタルなんで、その要はボーカル、フロントマンがいないわけですよ。でやっぱり僕らがやりたいことっていうか、やってる音楽はすごく風景的とか景色とかだと思ってるんで、やっぱそれを見てる人に対してその映像なり映像での音でその世界観をその、まあ、十分にこう演出できればすごくその面白いなと思いますね。まあ、僕たちが勝手に思ってるのはどこかヨーロッパの、奥深くノルウェーだかフィンランドか、まあ、そっちの方のですね、深い森ですごい霧が濃くてですね、そんな中をこうひたすら進んでいくような、イメージで、結果的にそんな曲ができたらいいなと思ってセッションを繰り返して、まあ、結果的にそんなことにうまくなれた数少ない曲です。できたのも3年前くらいなんですけども、うん、割と僕たちもやった思い通りにできたっていうのがあったんで気に入ってしばらくずっと演奏してる曲ですね。まあ、難しいですね。3年演奏してますけど全然できるようにならないですけど頑張ります。なんかまあ、せっかく僕たちはインストでしかもかつこう映像
まあ、映画があって映像があって、その言葉は関係ないはずなんですよ。バンド名は、宮沢賢治という小説家 の、 あの小説に出てくるあの妖怪の名前ですね。別にただ音の響きだけであの決めました。あんまり意味はないです